僕はあなたを16年4ヶ月思い続けてきた。あなたを思って書いた詩ばかりです。ここへ来たのは逃避行だったんだ。まるで地の果てか、別天地みたい。山の寂しい湖に。やめてください。僕の武器は詩だ。言葉が弾となって敵を倒すことはできないけれど、国民を励まし勇気づけることはできるんじゃないかと。国や公に個人を没入させるのは詩じゃない。ここを出ようと思ってるんです。自分の愛が伝わらなくて先生はもどかしいんですよ。あなたがどんな詩を書いたところで日本は戦争に負ける。たとえ天地が滅んでもこの愛は変わらない。